山市清水町3-1-24にある浄土新宗の寺院。三号は荒井山。本尊は阿弥陀如来。会期は新蘭の時期でし、越中三坊主の一人である岩海防真省。富山県の浄土新宗の寺院では最も古い歴史を持つ。岩海寺の時点によると、岩海寺の会期となった岩海防真省は俗名を 村上五兵衛吉清と言い,い、京都の生まれであると伝わっている。吉清は、京都で宮中に仕えていたが、残限によって、越後国荒いに左遷となる。1208年、千周年仏の停止により、越後国にニフに入るとなった親蘭と出会い出家して、弟子となり、岩海坊という坊坊と神章という名を与えられる。その後、親鸞より越中への不況を託された岩海坊は、 越中に入り、新川県土地に一時を混流。岩海坊は、新蘭寺家弟子の越中三坊主の一人であり、本願寺勢力が成立する以前から越中にあったと、される、水橋門との中心的存在であった。1394年、五大神武慶は事号を、荒山願い開寺と改めた。神武慶の公認である六代、匠健は、本願寺六代、 京女の子であり、その連氏として以来が安海寺歴代は、匠の字を受け継いでいる。戦国期は1570年頃に、伊水軍が気象開発村などへの移転を繰り返した。あと、江戸時代になり1662年に、富山藩前武より、富山市五番町に、境内地を与えられる。江戸期は中本山として、本末制度における寺院や、僧侶の管理統制も担う。 明治に入り廃物毀釈により、境内地を接収され、1874年に、現在の富山市清水町へ移る。現在、第32代、村上匠隆氏が、血脈報道を相続する。中新川郡立山町と地図に現存している、越中に数少ない新蘭ゆかりの地。岩海寺義によると、岩海寺二代清子とが、親鸞の子閣神にから、 神旦の五分骨を授かり、六角堂を混流宿養したと伝えられる。岩海寺が発祥した地であると伝わり、現在は江戸時代に混流された本堂六角堂などが境内地に残る。1570年頃、伊水軍が気象開発村に移った岩海寺は数年の不況で末寺33時を誇るようになり、いつの間にか開発村は、 岩海寺村と呼ばれるようになったという。しかし、当時の一校一揆の持つ勢力を恐れた寺崎森長は岩海寺を焼き討ちにし、その跡地に城郭を築いた。これが岩海寺城と呼ばれるようになった。ありがとうございます。